ラロッシュイコールデリアンの戦いのシャルル・ド・ブロワを捕虜とした。子供がいなかったブルターニュ・コージャン3世が1341年4月30日に後継ぎを指定しないまま死去したため、イボテイでモンフォール博を継いだジャンド・モンフォールとドーボテギーの娘のパンティ・エーブル・ジョ博ジャンヌがそれぞれブルターニュ広告の継承権を主張した。ジャンヌの夫シャルルド・ブロワは母が フランス王フィリップ6世の妹であったため、フランスはブロワケ側を支援した。これに対し、百年戦争でフランスと戦っていた、イングランド王国のエドワード3世は、モンホール家の支援を決めて、軍事介入し、ブルターニュ継承戦争は、英仏両国の代理戦争となった。同年10月に、ジャンド・モンホールが、シャントソーの戦いで敗れて捕虜になったことで早々に、 決着がついたかに思われたが、除血と言われたジャンド・モンフォールの妻ジャンヌ・ド・フランドルが徹底抗戦を唱えて、イングランド軍の援軍到着まで持ちこたえたため、戦争は長引くこととなった。ブロワ派がブルター入閣地で攻勢をかける一方、モンフォール派は、ジャンド・モンフォールが釈放されたものの1345年に、病死し、後を継いだ息子のジャン四世は5歳だった。 除ツジャンヌも精神以上の兆候を示し始めており、モンフォール派を実質的に支えていたのは、ロンドンからの指令を受けたイングランド軍という状況だった。そのイングランド軍は、ブルターニ北部の町、ラ・ロッシュイコールデリアンを攻略したが、主力部隊は1346年に入ると、英仏領軍が激突した、クレシーの戦いに参加するためブルターニを離れていた。 捕虜になるシャルル・ド・ブロワ1347年6月、シャルル・ド・ブロアは、フランス兵、ブルトン兵、ジェノバ人用兵からなる4000から5000人の軍を率い、イングランド軍に占領されたらロッシュイコールデリアンの街を包囲した。当時ブルターニュに駐留していた唯一のイングランド軍であったトーマス・ダグワース率いる部隊をおびき出して、海戦に持ち込むのが狙いだった。シャルル・ド・ブロアは、 クレシーの戦いで、フランス軍を粉砕したイングランド軍の長級による損害を避けるため、防御陣地を構築した。町の四方にある門を塞ぐように陣地を4つ築き、各陣地には野来を巡らして、守りを強化。駐屯する部隊には、長級兵の餌食にならないように陣地から迂かに出る、ことを禁じた。6月20日夜、救援部隊を率いて、 ラ・ロッシュイコールデリアンに到着したダグワースは、兵力がフランス軍の4分の1にも満たなかったこともあり、野襲を計画。シャルル・ドブロワの主力部隊がいる、東の陣地に襲いかかったが、待ち構えていたフランス軍に迎え撃たれて、大きな被害を出し、ダグワース自身も投降を余儀なくされた。ところが、勝利を確信したフランス軍の陣地の守りが緩んだ、一瞬の隙をついて、 斧や農具で武装した住民が旧地から撃って出た。ダグワース敗下で生き残っていた旧兵や総攻兵士も、老城部隊の反撃にこ応して、フランス軍を分断した。町を包囲していたフランス軍は、命令を守って陣地から出なかったため、今度は孤立無援のシャルル・ドブロワが、イングランド軍に降伏する羽目になった。シャルル・ドブロワが捕虜となったことで、モンフォール派、 ブロワ派ともに当主がいなくなったが、モンホール派は、モンホール白比、ジャンヌ、ブロワ派は、パンティエーブル女白、ジャンヌの下で抗争を続けた。このため、二人のジャンヌの戦いと呼ばれることもある。1350年代には、両派の争いは、膠着状態に陥り、30人の戦いのようなエピソードも生まれた。1364年、 ついに英仏領軍とモンフォール・ブロワ両家がオーレの戦いで激突し、モンフォール軍が勝利して、シャルルドブロワは戦死した。パンティ・エーブル女白ジャンルも相続権の放棄を了承してジャン四世が、唯一のブルターニュ公となり、ブルターニュ継承戦争は終結した。ありがとうございます。